皆さんこんにちは。ゆっくりです。本日は、おばあちゃん、マヨネーズ消火法で自宅全焼の一本をお送りいたします。どうぞゆっくり聞いていってください。事件の概要、2003年2月、神戸市の女性宅で台所の天ぷら鍋から出火。女性がマヨネーズを投げ入れて消そうとしたが燃え広がり、木造2階建て約120平方メートルが全焼した。幸い怪我人はいなかった。調べでは、女性は新品のマヨネーズ1本を容器ごと投げ入れたが火は消えず、毛布をかけても燃え続けた。女性は、テレビでマヨネーズが天ぷら油火災に有効と聞いた、などと話しているという。神戸市消防局によると、天ぷら油火災の際にマヨネーズを鍋に入れると、成分が油の表面を覆い、初期消火に有効な場合もあるが、条件次第では逆に燃え広がることもあるため、推奨はできないとしている。以下は、この事件に関するネットの反応である。勢いよく投げ入れて油が散ったんじゃねえのか。投げ入れたから鍋の油が飛び散ってんかってとこかね。ばあちゃん哀れ。死人でなくてよかったな。バカだな、テレビで家庭用一本じゃダメって言ってたぞ。どういうこと、容器ごと入れるといいの。なんだこれ、テレビでやってたの。テレビの言うことを信じてはいけませんね、かわいそうに。これはテレビがいかんわ。少し前に夕方のニュースとかでマヨネーズで火が消せるって、いかにも画期的な方法みたいな感じで放送してたよ。消防センターからコピペしてきてやったぞ。消えることもあるが条件によってはより危険になる場合があるのでおすすめできません。天ぷら油火災は可燃物である天ぷら油が高温になり、引火して油に火がつく現象ですが、マヨネーズを投入すると油の温度が下がり、火が消えることはありえます。しかし火を消すには十分な量を入れる必要があり、家庭での消火方法としてはおすすめできません。つまり熱い油に冷たい油を入れることになるわけね。結局濡らして絞ったでかいタオルで覆うのが一番いいんだっけ。これはテレビ番組が謝罪と賠償をするべき。結局パニクって雑に投げ入れたから炎症したんじゃないのか。確か衝撃99連発とかいうタイトルの番組でもやってたな。水入れると水と油が飛び散って周囲に燃え広がるしな。油に油なら爆発はしないってことか。不謹慎だが絵面想像したら笑った。台所に消火器ぐらい置いとけ。素人にはおすすめできないってこったよ。俺も消えると思ってた。また老人がテレビのおもちゃにされたのか。一応試して合点ではダメだって言ってるぞ。確かでかい容器ごとそっと入れるが正解だっけ。それも初期消火に限る。俺はこのおばあちゃん避難できないわ。この前ステーキフランベしたら天井まで火柱立ってパニックになって何もできなかった。ただ蓋すればいいだけなのに。水に浸したバスタオルかぶせるのが正解か。素人は濡れタオル一択。おばあちゃんがニコニコで燃える鍋にマヨネーズ投げ入れるの面白すぎるんだが。マヨネーズ消火法か、一時期テレビでやってたな。間違ったやり方だと余計燃え広がるとか。とりあえず蓋をするのが最強。そういや俺はガスストーブの火が紙切れに引火してぼや出しかけたことがあったが、汲み置きの水なんかないから台所行って水道全開にして洗面器で水かけるんだけど全然間に合わないんだよね。結局叩き消したら鎮火したが、突然の事態に一瞬頭真っ白になったよ。天ぷらは買ってくるのがいい。80歳だからねー。ていうか消火器買っとけよ。死人出てたら笑えねえよ。やっぱ消火器ぐらい死で配布しねえとな。
ホームセンターで2000円も出せば油火災用の消火器なんて腐るほど売ってるけどな。でもまあ実際炎が上がりゃパニクるだろうな。アメリカならマヨネーズ会社から損害賠償金10億は取れる。訴えられることはまずねえよ。伊藤家でやってたぞ。伊藤家訴えろ。伊藤家じゃなくてもいろんな番組でやってたよ。これがアメリカだったら間違いなく訴えてそうだ。まず落ち着いてコンロの火を消そう。これを忘れて毛布などかけてもなかなか消えない。壁や天井に燃え移っていたらもう消火器しかないが、最後は諦めるタイミングを誤らないこと。マヨネーズ消火法はデタラメというわけではなく、確かに火が小さければ油の面に膜ができて火が消えるのだが、油の温度が高い場合、水蒸気爆発に似た現象が起こることがあり大変危険。よって油の火を消す場合は、濡れタオルをかぶせるか粉タイプの消火器が一番効果的です。っていうかテレビの内容を真に受けるなよ。まあ80のばあさんだからしょうがねえだろ。俺同じ状況だったらしたり顔で迷い入れてたと思う。テレビもさることながらネットの情報も怪しいけどな。おばあちゃんマヨネーズを信じて自宅が全焼した時は愕然としたろうな。遭難した時にマヨネーズがあれば助かるのにな。ほんと死者が出なくてよかったねー。ワンちゃんマジでテレビ局から謝罪と賠償を要求できるぞ。このおばあちゃんテレビの影響受けてきなことか納豆とか買い占めちゃうタイプだったのかな。この歳で家が全焼なんてかわいそうすぎるなぁ。マヨだけに火に油を注いだってとこか。正直なところテレビにも責任ある気がするなぁ。油は油いね。素人にはおすすめできないもろ刃の剣。簡単な話じゃん。今度からマヨネーズに消火剤入れればいい。この間テレビでやったばっかじゃん。マヨネーズは業務用のバカでかいやつじゃないと効果ないってさ。多分同じ状況になったら間違いなく俺もやっていただろう。めちゃくちゃバカにされそうだが俺もマヨネーズを入れそうになったぞ。まあマヨネーズ見つける前に消火器で消したが。ちなみに火事を起こしそうになったのは俺じゃないんでその辺よろしく。これアメリカだったら確実に訴訟ものだな。多分死人出てたらもっと大騒ぎになって謝罪騒動になってたな。教訓、天ぷらは買って食え。業務用のマヨネーズ常備するしかないな。なんか集合住宅や町内にある消火器の代わりにバカでかいマヨネーズが常備されている光景を想像してしまった。街角で火事を発見して赤い箱を開けるとマヨが入ってる。台所なだけにきちんとしなきゃ。終わり。